い、どうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回に引き続きドリスガイドを伺っていきます。引き続きっていうか前回からか、おばあけの怪しい光、おばあけのナイトヘッド、あーい、ガス状ポケモンやからどっか行ってしまうやろ。お化けが死んじゃう、死んでるけど、おいお前まず自分食らっとけや。お前こっち混乱した時めちゃくちゃ自分しばくのにおかしいやろ。汚いぞ、うわ汚ね、あいつマジで NPC やからって優遇されすぎやろ。こっち混乱したらボコボコに行きますだぜ。汚ねえでやんの、つつく覚えてた気するかもね。つけろ、あいつは普通にダメージ与えてる。よし、やったよ、ナイトヘッド。うわ、剣の舞や。今のポケモンでも使われる技やで。あいつアホやん、このナイトヘッドで死ぬ。何考えてんだあいつ。何も考えてへん。考えてちゃんとしな。高ノーマルやからこのままいっちゃおう。お化けのナイトヘッド。ピッピッピッピン。うがいが全然レベル上げられない。怪しい光。鳥使いやと、もう飛行タイプ混ざるともう地面が当たらへんから。よし、オッケー。やさないとやって、電光石火を使うかもしれないです。オーケー。お化け結構成長したな。悲しいね。お、お化けの様子が。ビッピーバー。はい、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。